私の名はルーシア。青き星よりやってきました。この世界は危機に瀕しています。私をアルテナに会わせてください。一刻も早く。
僕の名はヒーロー。このヘンテコな猫みたいなのはルビー。僕のパートナー兼妹分ってとこかな。本人は自分は赤龍の子供だって言い張ってるけど、本当かね。僕らが暮らすこの世界、ルナには不思議があふれてる。ルビーと二人であちこちの打ち捨てられた遺跡やダンジョンを探検するたびに、僕はそう思うんだ。伝説の戦士ドラゴンマスターや竜、かつて世界を統治していたっていう女神アルテナ、そして空に大きく輝く美しい青き星。今は誰も信じちゃいないけれど、僕は信じてる。彼らが存在してたってことを。そしていつかそれを証明するんだ。それが僕の夢なんだ。そしてあの時、誰も入ったことのない幻の遺跡青き塔、そこで僕は一人の少女に出会った。美しく神秘的な彼女はまるで伝説の女神アルテナそのもの。でも彼女は僕にこう言ったんだ。自分は青き星から来たって。僕たちの世界は危機に瀕している。そのために彼女は女神アルテナに会わなければならない。そう、あの伝説の女神アルテナに。それが全ての始まりだった。こうして僕と彼女ルーシアとの冒険の旅が始まったんだ。女神アルテナに会うための遥かな旅が。